どうもこんにちは、なっちでございます。今ね、新しいイベントの話をね5分ぐらいしたのに録画ボタンを押してませんでした。とても辛いたまにやっちゃうんだよね、こういうことね、今でもね。はい、ということで、やっていきます。はい、新しいねイベントが来るみたいです。これはあのイベントではなくて、そうイベントって言ったんだけど、まあプチイベント的な、昔あったアクアカーニバルじゃなくてアクアチャレンジとか、ツリーチャレンジとか、あの辺みたいな感じでイベントの埋め合わせみたいな感じですね。今週の日曜日にイベントが終わってしまうと思うんですが、またね木曜日の発表までのつなぎみたいな感じで、来週はイベントが来るみたいです。今回は新しい感じでして、制限付き降臨ダンジョンが日替わりで出現というダンジョンがやってきます。でダンジョンは毎日変わります。ゼウス降臨、ヘラベオク降臨、エーギル降臨、コシマル降臨、エース降臨と変わりまして、まあね、ゼウスが一番簡単だよね、きっと。エース君に関しては難しいよね、普通に。普通に挑みたくないもんな、何体か編成とかじゃなくてもね。はい、そしてですね、今回は制限が3種類ありまして、4体化編成、3体化編成、2体化編成と分かれております。でさらにこれをクリアすると初クリアでガチャが引けますというね、なかなか美味しいイベントとなっております。なんかもうこれをイベントに入れればよかったのにっていうね、こっちの方が豪華じゃねっていう気がしますが、まあ残念ながら初クリアでしか引けないので、こう何回もね、この何回もこの潜在ガチャを引くとかはできません。まず4体化編成の方ですね。4体化編成はあのスペダンリューとかでもある、ただ1体抜いただけのパーティーで、まあ多くの方が勝てると思いますが、こちらは今やってる進化カーニバルですね。それと全く同じラインナップだと思われます。なんで、当たりがドットリット早々の宝玉、もしくは仮面とかですかね。下手したらね、星1が出る可能性もありますんで、これは結構、運ゲー。運ゲーだけど、まあ、別に外れてもそんなにね、痛くはないよね。そして3体化編成になってくると少しラインナップが豪華になりまして、宝玉が外れ枠かな、早々の宝玉、ドットリーとダイヤドラゴンフルーツ、古代の三神面が出ます。これ三神面めっちゃ欲しいんすよ。今まで僕ヘラニクスとかもったいなくて作ってなくて、三神面が今レーダーで超レア進化ラッシュってやつゲットしたら確か取れるんですけど、まあそういうの含めないと毎月2体が限界。前回のクエストダンジョンはバルカンがあったからゲットできなかったりとか、なんだかんだ数が不足してて、でいつね貴族生のこう降臨の覚醒が来るか分かんないという状況なんで、ちょっともったいなくて使えてなかったんですね。ただここでゲットできればヘラニクスとかね、アザデルとか、少し余裕ができて作れるんじゃないのかなってことで欲しいですが、チャンスは5回ですね。ドラゴンフルーツはほんと必要ないから三神面欲しいな。そして最後の2体化編成が潜在覚醒タマドラガチャでございます。まあこちらもね、美味しいんですけど、ね、操作時間延長とかもあるから、ちょっと怖いよね。まあドラゴンと、ゼンパラもあんのか。ドラゴンキラーとかだったら嬉しいけど、まあこれはね、入手が割と簡単じゃん。闘技場3とか行ったりすればゲットできるんで、まだこっちのが僕はね、熱いかなと思ってます。はい、ということで本日の本題なんですが、ゼウス降臨は実際、3体ですね、フレンド含めて3体のキャラクターで勝つことができんのかっていう検証をね、まあ予習じゃないな、なんだリハーサル的な感じでやってみたいと思います。パーティーこちらです。ターディスかなと思ったんだよね、今回は。アヌビス、ディアブロスでサブにターディスとかもありかと思ったんですけど、まあ多分それでも勝てると思います。ただね、ターディス意外と強いんで、ターディスにこちらサスケですね。こいつがね、ゼウスに神キラーを刺して、キマイラに攻撃キラー刺すんすよ。で、しかも1体のキメラとデーモンも攻撃タイプなんで、仮面以外は刺さるっていうね。これ勝てるんじゃないかなと思いますので、行ってみたいと思います。ゼウス降臨ってこれだよね。297じゃないよね。297だったらやばいもんね。多分これだと思います。フレンドさんはまあアシストボーナスが乗ってるキャラクターにしましょう。はい、スキル使用時100倍出ます。相当強いです。いきましょう。あとは欠損ですね。欠損さえ起きなければってとこだと思いますし、 HP もなんだかんだ6万ありますので、なかなかね耐久性もありますね。よし、じゃあいきましょう。で、そうですね、サスケがすぐ溜まるってのもありがたいですね。ボス戦では欠損を気にしなくていいの で、しかも操作延長も
増えておりますので、だいぶ時間がある。これは倒せるでしょうね、きっと。卵の回収早すぎでしょう。これ楽勝じゃないですか、やっぱり。貯めるスキルもありませんし、なんならちょっとドロップを貯めちゃうぐらいの気持ちでね。なんなら水だけで貫通できちゃったりするんじゃないか、これ。ターディスのウェイとかで、あ、落ち込んが来るとそりゃね、するよね。でも水でも余裕で貫通してますね。やっぱりこのパーティーは正解だったかもしれません。ここはじゃあターディスの全体でいきましょう。うん、こんな感じかな。あ、降ってくるんですね。降ってくるんだとしたらもう終わりです。さあ、ここですね。キマイダが少し怖いんですが、ここもね、ウェイがあればきっと彼がやってくれると思いますので。相手は火と火ですけど、こんな感じでサスケくんがウェイで2人にドカンと一発、よいしょ、楽勝じゃないですか。ちょっと変換色少ないですけどね、これで倒しましょう。ボス戦ね、これだけで倒せたら相当いいですよね。落ち込んが水、OK、楽勝じゃん。いけますよ。こういうことですよね。なんか間違ってたらごめんなさい。はい、ってことでゼウス降臨は案外楽勝っぽいですね。意外とそのさ、フレンド含めて3体っていうとね、あの6号とかで神キラー入れないとまずいのかなとか思ったんですけど、サスケのキラーが良かったね、今回は。ってことで、まあこんな感じで来週はイベントね、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。なるべく貴族生で、ね、頑張りたいと思います。エーギルのフレイとか怖いんですけどね、ぜひ皆さんも、まあ、事前にパーティーをね、組むなりしておいてみてください。以上、ナッチでございました。バイバイ。結構ターディスはおすすめです。